流れの速いところが。よし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 。うわ、すごい。めっちゃ楽しいな。ね、はい、汚ねえなやって。こういうゴミですね、ちょっと。うわ。あ、結構深いですね。いやー気持ちいいですね。ちょっと暑かったんでいい気持ちです。あ、浅くなってしまいました。よいしょ。痛い痛い痛い。うわ、体が重い。地上に出たら体が重いです。よいしょ。
うわ、すごいな、魚が。ちっちゃい魚がたくさんいます。うわ、すごい。よくあの都会のドブ川にもあって食べると大体お腹壊すんで、ここは大丈夫だと。ここうん、クレソンの味するでしょ、うん、苦いやつ、あのステーキとかについてる。そうめっちゃここクレソン畑です。すごい。ちょっとなんかわさびっぽいなんかするけど。そこでちょっといいかもしれないですね。陸の横にクレソンがあるとか。赤じそとかもあったし。へえ、さすが。いやさすがです。やっぱり同じ緑にしか見えないです。確かに。でもこういうの知っとったらやっぱり、ね、楽しいです。楽しいです。スタディーツアーなんでね。普通に行ったら食わないもんな、こんなの。なんかステーキの付け合わせとかにクレソンちょっとで、はい、うん、浜西さんの料理にいかがですか、うん、この流水のあたりのこういうやつとか綺麗やから、あ、まあ、ちょっとだけ調べて詳しい人に聞いて食べれるかどうか確認して、ちゃんとでツアーで買うのもいいかも、ね、イノシシ肉に添えるとか、ピザの上に最後かけるとかいいですね、うん、ピザ今ヤンジョンで、うん、ちょっとちょっと、うん、もう現地調達で魚取って、めっちゃでかっ。サワガニとか意外となんか食べれるとこもないもんね。サワガニこれツアーなんだ。天ぷらしか、天ぷらっていうかあの素揚げしかないですね。キャンプして朝起きたらその浜にウミガメが上がってたので。あ、すごい。これまでな、あの入り表のさらにあの早くでしか行かない。こういうものね。あ、こういうやつ全部あのワイルド揚げで油でオリーブオイルとかでもSDGs の塩味が結構うまい。うわ、でかっ。買ったら5000円ぐらいとか。でかっ、みたいな。めちゃくちゃでかい。西表島行きたいね。え、それ捕まえ食べるのか。この時は食べに行った時も食べれるし、沖縄の市場行った時に、あ、売れるんですね。4000円ぐらいから1万円ぐらいとか。なんか捕まえてるね。これはターコさん、あのビーバーが席を作ろうとしてる、ダムを作ろうとしてるんですか。違いますか。懐かしいビーバー。これは違いますね。これ違います。単に、ね、単に倒木ですね。ビーバーいないです。ビーバー残念ながら。ビーバーおったら多分ここ結構有名なとか畑とかがあったか、もしくは昔家が建っていたか、うん、
すごい山の奥の方入っていったら、こういう石垣があったら、必ずなんか住みやすとか、あの誰かが住んでたか、はい、あと畑とか田んぼがあったか。なるほど。であのなんか昔の人はこういう植林をして、自分家を自分家の木で製材して、あのもう一回作るっていう、裏の山から切ってきて自分家であの大工さん呼んで製材して家をこう修理するっていう文化があって、畑とか家とかがなくなった後もやっぱりなんか植えて、次のなんか松代の人が、ね、なるほどなるほど、っていう文化があったみたいです。多分日本全国そうやと思うんですけど、ちょっとなんか杉とか植えすぎたんで、はい、この石垣ですね。お、すごい。立派な石積みですね。いい感じで。これ下は青石なのかな。なるほど。やばいね、マダニ。やばいです。もう噛まれたくない。マダニ怖いですね。そう、なんか菌なんとかっていう熱が出たりして、はい、やっぱ病気とかになってたり、うん。4本足のものが食べれなくなるらしいです。感染したら豚とか牛とか。え、大丈夫だの？私は行きました。この前刺されて。なんか背中にあれなんかあの裸で車を運転してて、背中こうパって見たらなんかホクロみたいなのがあって、あれホクロこんなとこにあったっけみたいな感じで、あっちがなんて思って、めっちゃこう肉えぐれるぐらいこうギュッてで、大丈夫だったんですか。大丈夫ですね、うん、プニプニしてますよね、なんか、うん、それは良かった。でも致死率 20% ですよ。そうなの。はい。あ、意外とあるんじゃない。それ多分でも病院に担がれた数の中の2割だと思いますよ。あ、だって入ってないですよ多分、ね、牛尾さんの数は。カウントには入ってない。うん、私が噛まれた時に広島でじいちゃん死んでましたもん。マダニに噛まれて、いや気をつけなきゃいけない。老人が亡くなってました。ツアーではだからヤブはいかんようにして、さすがにね。そうですね。あれを服にも売ってます。あの、
本来うちの半数じいちゃんがバカだったんですよ。あ、うん、これ余裕の半日コースになりそう。ここおそらく昔のメインストリート、橋がなかった頃はここに火を置いて、本当だ。行き来してたから、橋とかそこから借りて、ああ、橋がないから、そうですね。みんな歩いて海岸に行ったりとか、っていうのの名残。で、この曲がり角で休憩しようかなと思ってて、なんでかっていうと、あ、全然ここ来たことないけど、Google マップで見たときに、ここで一箇所カーブがあったから、あのコース中にカーブ入れたい、あった方がいいなと思って、カーブってことは、無事になってる可能性がなかったから、こういったりできるかなと思って、ここで今休憩しようかなとは。なるほど、面白い。それが、橋の跡ですね。なんか流れてきたでかい石の上に座ってんのかと思って。言われたら確かに橋の跡です、これは。なるほどな、言われなきゃ全然わかんないですね、これ。おお。だからですね、だからさっきの話だとここら辺が石垣になってんのはそういうことですね。うん。石垣が綺麗な集落の人とかが使ってた上に橋があって、全部推測やけどね、もしかしたらあっちに綺麗な橋ができる前のこういう橋があったかもしれない。その辺は定かではない。こういう橋だったんですか。よし。いいですね。よいしょ。お、GoPro 落としてた。危ねえ。
いやー暑い、あーなるほど、あーめっちゃいいですね、うんうんうん、なるほど、こういう曲がってるところで深い地があるので川遊びですね。いやあ。走りながらます。これもう僕も企画考えましたこれ。あそこの橋脚に橋を作ろうっていう。すごい。伐採するところから昔だからああいうのでも意味があるとこんにゃく橋みたいなので残したりするところはそうなんでしょうね木とかで浅いところだと徳島とかの高知は潜水橋があって あ、 ありますね。だからああいうのもまあ崩れてもいいようなやつをやるから、ね、ちょっとあちら側のもともと多分橋だったと思われるところから来たところのここですね。コーヒーポジションでした。はい、OK です。よいしょ。いやー。うん、よいしょ。気持ちいい。あっという間にハンモックも片付いてます。早いです、やっぱり。プロの仕事ですね、これが。早かったですね。これが。あ、入ってきてもいいですか。うわ、すごい石垣ですね、これ。明らかにここに何かありましたよね。木材加工場かな。でも木なんてあんまりだもんな。いやー、こっちから運んだりしとったかもしれないけど、わからんけど、なんかここすごいな。これは明らかに人が作ってますもんね。ねえ、立派なお城みたいな。いやー気づかなかった。こっちもなんか川沿いすごいけど、もしかしたら三里の特徴かも。なるほどな。初めて見た。はい、山椒の実がありました。何を握って、よいしょ。ちょっとここから行きますか。よし、ちょっとこっちの、GoPro はもう水でいきます。はい。
危ない。なんか石垣のところはもともとは水田の段々畑だったみたいなことを聞きましたけどね。それでお米があれになってから植林しちゃうから、瞬間突撃します。ちょっと怖いね。うわ、これすごい水路だ。いや、だからこれ上から多分流す、だからやっぱり田んぼなんじゃないかな。うん、段々畑だったんじゃないかなと思うけどな。段々畑っぽい、うん、どこに価値があるじゃないですか、ね、専門のね、研究してる人とか、なんかジオの動ける若い先生とか。そうそう、それがブラタモリですか。ブラタモリ、それがブラタモリです。やっぱり常にこの山側の石積みに注目するのは、これ三郷の川歩きの基本ですね。これちょっと。こちらはまあまあ遠い。よいしょ、よし。やりたい。もう大でないと無理。こんなの。よいしょ。はい、もうゴールが近づいてまいりました。あとは川の流れのように身を任せるところに来ました。おお、さすがジャンプゾーンがありました。いやー、いいですね。危ない危ない、飛び込みゾーン、これ危ないな。ちなみに、うお、これまあまあ深いんですか、ここ。結構深いです。じゃあボーンと行っても大丈夫です。奥に行かないと。あ、そうかそうかそうか、この先の方に飛べばいいってことですね。はいはい、行きます。よいしょ。これカバンで行けるのかな。行きます。じゃあ、うん、じゃあ、まあ一応預けます。私行きます。ボイン、こっちから飛んだんですか。あ、
もう一個下の方から。下の方からですか。よいしょ。二刀流で大丈夫です。これどうしたらいいのかね。僕撮りながら。落とさないでください。大丈夫。ちょっとあれがなかったな。踏み込み不足です。なあ。悪い。歩くより歩くより歩くの時めっちゃ緊張感。そうそう。よいしょ。うわ、これ深いな。深いですね。確かに。両手が塞がれてるから焦げないんだよね。バタ足しか行かないですもんね。焦げない。焦げないですね。よいしょ。 GoPro で来い。よいしょ。よいしょ。すごい。よいしょ。 GoPro で来いじゃないですか。タオコさん、どうしよう。あ、もう勝手に。いや、深い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 。深いっすか？深い深い。全然深いわ。緊急カメラマン。いい感じですね、これは。めちゃくちゃ良かったです。楽しかったです。面白い。いやー、牛尾さん、あ、あんなところに。いやー。楽しかったです。しかも、ここすごい冷たいよ、ここ。カッパがいますよ、これ、足元に。これ、足元にカッパがいますよ。はい。あの、引きずり込まれますよ、足がつって。はい。なんか急に川とかでやってて冷たくなったりとかして、で足つってカッパとかに引き込まれたとか。え、そうなんですか。あの副岸流、なんかそういう、そこだけ湖とか流れてるやつとかでガーッと行ったりするから。はい。あ、いやテンション上がったな、これ。牛尾さんすごいわ。滑り台ですね。滑り台。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。OK です。さすが、さすが。おお。ああ、いいですね。いいですね。
よいしょ。あ、そうか、流れないのか。流れません、流れません。ダメだ、これ多分ライフジャケットじゃない、これ多分全部やってたら確かに流れんじゃない。いや浮かないわ、浮かないわ、立てない立てない。ダメだ、ダメだ、体が重たい。どうぞ。もうあと 5% しか電源がないです。いや、これはこれで楽しいな、やっぱり。でもこれさ、牛尾さんがガイドがいてさ、行けるっていう確信があるから行けるだけでさ、これなかったらさ、ちょっと怖いよね。やっぱりルートガイド大事。いやああ手をつけないから謎な小走りっていう。すごい、体幹がしっかりしてますね。やっぱりカメラを守んなきゃいけないんで。いやでもお二人がいてよかったですね、これ。いやいや、これは結構我々には十二分なアドベンチャーツーリズムでしたね。初めて来た時にね、こんなことやったら味方好きになるし、楽しいよね。楽しいです。もう好きになりました、美里のこと。僕もこういうのは初めてだったんで、ちょっと普通に川遊びみたいのはするけど、はい、スーツつけたりとか。はい、お慣れましたね、浮くの慣れましたね。飛び込みましたね。うん、おお。ダイナミックですね。ゴープロを締めましょう。こっちは行きます。よし。いや、いいっすか。いやー、ちょっとなんかジャンプができないね。なんかここなんか気持ち悪い藻みたいなのがある。怖い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 。